い、こんにちは、レトスの小野です。12月29日の3問に入る前に、今回お客様からご質問いただいた内容を共有させていただきたいと思います。これはホームページをご覧いただいた方からのご質問です。勉強して覚えたことも、時間が経つと記憶が曖昧になってしまいます。どうしたらいいですか？まあ、こういったご質問だったんですね。このようなお悩みを持っている方っていうのは、この方だけではないと思います。受験生の多くの方が抱えている悩みだと思います。そしてこれについては対策を4つお伝えいたします。ぜひ参考にしてみてください。でこの4つの対策については別途動画作成いたしましたので、この動画の下の概要欄に URL 貼っときます。またですね、こちらのお知らせボタンにも出るようにしておきますので、そちらからご確認いただければと思います。では問題に入っていきます。工作物責任ですね。 A が所有する公建物に塀を設置するためにB に塀の設置を受け負わせた。その後 A は公建物を C に賃借し、 C が占有しているときに工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者 D に怪我をさせてしまった。 B は瑕疵を作り出したことに過失がある場合、全額賠償した C は B に対して求償できる丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ、丸ですね。状況としては、まあ、前回とね、同じなんですけども、所有者 A が、請負業者 B に塀の設置、これを任せたわけですね。で、設置しましたよと。で、A さん、所有者 A は、こう建物及び塀を C に貸しましたよと。まあ、こういう状況なんですね。で、塀が崩れて D が被害を受けましたと。で、この被害について C さん、占有者 C が D さんに全額賠償してます。で、この請負業者 B っていうのは、瑕疵を作り出したことに過失があるって話なんですね。B さん過失あります。このような場合、賠償した C さんっていうのは B さんに対して求償することができるんですね。つまり、お金を払った賠償したからその分払ってくださいね。B さんが瑕疵を作り出したってことは B さんが結局は悪いわけですよね。だから賠償した C さんは B さんに対して後で請求することができますよということです。なので丸になるということですね。で、問いです。保証協会は保証協会に加入している宅建業者 A がその一部の事務所を廃止したため、弁済業務保証金分担金を A に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため、申し出るべき旨を報告しなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。保証協会で一部事務所を廃止する場合っていうのは、広告不要なんですよね。だから、誤りになります。保証協会の社員の業者が、一部事務所を廃止しても広告する必要っていうのはありません。一方で、営業保証金、これを供託している宅建業者が一部事務所を廃止した場合っていうのは、これ広告する必要あるんですね。まあ、この違いっていうのは、ちゃんと頭に入れておきましょう。基本的な勉強法なんですけども、まあ、このようにね、比較できることはちゃんと比較しながら一緒に覚えるってことがすごく効果的なので、ぜひ行っていきましょう。で、問い3です。宅地造成工事規制区域内において、切戸であって、当該切戸をする土地の面積が400平米で、かつ高さ1メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項または第2項の許可を受けて行われる、当該許可の内容に適合した工事を除き、知事の許可を受けなければならない、丸か×かという問題です。答えは、切戸の面積が400平米で高さ1メートルの崖なので、許可いらないですね。宅地造成工事の許可というものはいりません。なので、誤りになると。許可を受けなければならないとなっていますので、これは誤りですね。切戸の場合っていうのは、切戸をした土地の部分に、高さ2メートルを超える崖が生じる場合、または、切戸の面積、これが500平米を超える場合、まあ、どちらか一方を満たしたら、これは宅地造成工事の許可が必要になってくるんですね。で今回は400平米と1メートルなので、これどっちも満たさないわけです。だから、宅地造成工事の許可は不要だということになります。で、今回の問題文、このね、何々を除きですね。このあたりちょっと苦手とする方多いんですよね。
で、何度かお伝えしていると思うんですけども、宅建に合格する上で一番重要なことっていうのは、この問題文を理解するっていうことなんですよ。つまり、ここの部分がどういうことを示しているのかっていうのをちゃんと理解するってことがすごく重要になってくるんですね。で、まぁ、ちょっとこの点については、長くなりますので、個別指導の受講者のみ、お伝えいたします。こういった部分をちゃんと理解すると、この問題文を理解できるようになってきて、本試験でも初めて見る問題もわかるようになってきますので、ぜひですね、ちゃんと問題文を理解するってことに焦点を当てて、勉強を進めていきましょう。で、問題文の理解の仕方、わからない方だったり、問題文理解するの苦手だなっていう方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらご確認いただければと思います。で、一番最初に、お伝えをした内容ですね。勉強して、覚えたことも時間が経つと、記憶が曖昧になってしまうと。このお悩みについて、4つの対策ですね。こちらについても、この動画の最後にですね、真ん中部分に動画のリンク貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。